こんにちは、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーからお送りしてます。今日はですね、町山智博のトラウマ映画館っていうですね、僕が子供の頃に見て、トラウマになった映画を紹介していくっていう月1回の企画なんですけども、今日は私は誘拐されたいという映画についてお話しします。今日はまずですね、リスナーの皆さんのメールから紹介したいと思います。っていうのは前回ですね、ブラックスネークモーンっていう映画の宣伝用の毛糸の帽子のなんかプレゼントを企画したわけですけども、これがまたですね、すごいとんでもない毛糸の帽子でですね、表になんていうかね、It's a hot out here for nymph って書いてあるんですけども、これどういう意味かって言いますとですね、nymphっていうのはまあなんていうか、ニンフォマニアだから、この帽子はこの界隈を出歩くのはインラン女にはきついぜって意味なんですね。そんなこと書いてある帽子をですね、かぶって歩くのはちょっと相当勇気がいるってことで、英語のわからない人が多い日本の人にプレゼントしようと思ったわけですけども、そしたら結構メールが来ましたね。はい、ありがとうございます。どの人にしようかなって感じですけども、加藤義弘さんからのメールです。はい、ブラックスネークモーの宣伝グッズの毛糸の帽子に書かれている文句ですが、 It's hard out here for a nymph っていうのは、テネス・ハワード主演の映画ハッスル&フローの挿入歌でアカデミー賞オリジナル歌曲賞を受賞した歌のタイトル、You know it's hard out here for a pimp のパロディじゃないかと思うんですけど、どうですかっていう、まあそうでしょうね。まあ監督がですね、同じ人なんですね。で、そのピンプっていう方はですね、まあいわゆるなんていうかポン引きのことですけども、ポン引きの話でしたね、ハッスル&フローっていうのは。この界隈は結構ポン引きにはきついぜっていう意味なんですけど、まあそんなことパロディしてどうするかって感じですけどもね。加藤義弘さんからのお手紙でした。ありがとうございます。はい、高橋美穂さんからのお手紙です。私はクリスティーナ・リッチが大好きなので、今日は祭り気分でした。例に漏れずバッファロー66がきっかけ、毛糸の帽子とっても欲しいです。もらえたら愛用します。東京はもうすっかり春ですが、っていうことですね。そっか、これはちょっと暑すぎるかもしれないですけどね。なぜ南部のを舞台にした映画なのにこんな毛糸の帽子を作ったんでしょうね。本当に暑くて南部の人は絶対被れないと思いますけどね。ということで高橋美穂さんからのお手紙でした。次はですね、大下真紀さんからのお手紙です。町山さんはじめまして、いつもアメリカ映画特典楽しみにしています。パンプキンという映画の説明を聞いていて思ったのですが、フラタニティっていうのは、男子のみのことで、女子バージョンはソロリティじゃないんでしょうか。あ、そうですね。はいはい。ずっとフラタニティって喋ってたんですけども、フラタニティっていうか、友愛会はですね、友愛会っていうか、女子寮ですね。女子寮のことソロリティって言うんですね。はい。すいませんでした。ずっとフラタニティって言ってましたけど、女の子の場合にはソロリティですね。この、マキさんの言う通りですね。はい。ロサンゼルスに留学していた頃に、留学生歓迎のソロリティの、ダイレクトメールが来たことがありました。きっと名簿を見て外人だと思ったら適当に送りつけてるんでしょうね。そういえばカリフォルニアのゾロアスター教会からダイレクトメールが来たこともありました。アラビア文字なので内容は読めなかったのですが、ゾロアスター教会ってのはすごいですね。ゾロアスター教ってのはありましたけどね。はい。配下教ですね。はい。町山さん受け取ったことないですかって、そんなメール受け取ったことないですね。はい。私は結構な、帽子マニアなんですが、妊婦帽子はちょっとハードル高めなので、元モデルの友人の結婚祝いにぜひください。旦那さんの手で被せてあげるのを見たくて。あ、これいいですね。旦那さんがですね、奥さんに、インナー女は外歩くのはきついぜって帽子をかぶせて、だから俺が家で面倒見てやるよっていうわけですね。ちょっと愛がありますね。ということで、この大下さんの手紙はポイント高いですね。はい。次のメールです。いや、あ、これはちょっと名前読まない方が良さそうですね。はい。今回のラジオで紹介した映画、ブラックスネークモーンのことですけども、なんだか人事じゃないような気がしました。これは要するに、クリスティーナ・リッチが淫乱病のですね、色情狂の女の子で、彼氏がイラク戦争に行ってる間にですね、もう我慢できなくなってそこら中の男とやりまくるっていう話なんですけども、私も彼氏が1月にイラクに行った後やりまくりで、彼氏がイラクに行ったってアメリカ兵なんですかね、彼氏は。ああ、この人住所が沖縄ですね。沖縄の兵隊さんと付き合ってたのかな。はい。しかも友人の40代男性と同居を始めたからです。監禁じゃないけれど、これねえ、はい、ぜひ映画を見て結末が分かれば私も今後の参考にしたいと思っています。なので私はおしゃれさんではありませんが、今度のプレゼントの帽子を着こなせそうな気がします。
この人はポイント高いですね。こう、インラン女用の毛糸の帽子に、まあ、自分はインラン女ですってこう、自己申告してますんで、まあ、この人はポイント高いっていう感じですけど、はい。次はですね、柏田美由紀さんからのお手紙ですね。見た、ブラックスネークモンはすごく見たいです。クリスティーナ・リッチのチンチクリーンさんがたまらなく好きです。減乳してもまだ巨乳なんて羨ましい。パンプキン君がクリスティーナ・リッチに迫る場面は見たいです。自分は全く淫乱ではありませんが、キャップは欲しいです。ぜひください。ああ、淫乱じゃないんですか。まあ、それはちょっと惜しいですね。というわけで、柏田美由紀さんからのメールでした。ありがとうございます。ということで、この淫乱毛糸帽子のですね、行き先を決めないとなんないんですけれども、やっぱりこれはですね、彼氏がイラクに行っている間、やりまくりっていうですね、沖縄の、方にあげるべきじゃないかと。まあ、沖縄暑くてですね、この毛糸の帽子かぶれないと思いますけど、それにね、沖縄っていうのは、英語がわかる人がいっぱいいますから、この辺はインナー女にはきついぜって書いてあるですね、帽子かぶって道を歩くっていうのはすごい勇気のあることじゃないかと思うわけですけども、まあ、面白いからあげます。はい。ということでね、ここで読めなかった方々からもいろいろメールもらいました。はい。で、またプレゼントしますんで、その時よろしくお願いします。で、クリスティーナ・リッチといえばもうチンチクリン女優さんなんですけども、今日はですね、その元祖チンチクリン女優の話をしたいんですけれども、パメラ・フランクリンという女優さんなんですね。1950年代生まれなんですけど、僕が映画を見始めた頃はですね、20歳代だったですね。はい。この人ね、日本生まれなんですね。横浜かなんかで生まれてるんですけど、はい、イギリス人ですね。この人は身長は150センチしかないんですよ。で、まあ、子役出身なんですけれども、子役出身の人は非常にその背の低い人が多いですね。ドリュー・バリモアがそうですね。あと、ジョディ・フォスターがそうですね。みんなやっぱちっちゃいんですね、子役出身の人は。クリスティーナ・リッチもそうですよね。で、エマニュエル・ボーヤなんてね、子供の頃ね、子役で出てたんですけど、その後大きくならなかったとかですね。あと、ブリキの太鼓に出た男の子も、その当時は普通の男の子の背の高さだったんですけども、その後も大きくならなかったりですね。なんか子供の頃に、子役の頃にですね、なんか、きつい仕事をさせられると、まあ、精神的ストレスで背が伸びないのかなっていう気もしますけれどもね。はい。それで、これがパメラ・フランクリンっていう女優さんは、この人はですね、ヘンリー・ジェームスっていう、まあ、有名な作家のですね、ネジの回転の映画化の回転っていう映画に出てるんですね。で、それでデボロ・カー扮するですね、家庭教師が金持ちのお屋敷に雇われてくると、そこにまあ、女の子と男の子がいてですね、お兄ちゃんと妹がいて、その妹の方の役をやってたんですけど、これはまあ、ネジの回転っていうのはですね、まあ、ホラー小説というかホラー映画なんですけれども、ちょっと異様な話でですね、その家庭教師はその幼い兄妹がですね、なんか変な亡霊に取り憑かれてるというふうに思うんですね。その亡霊っていうのはどうもなんか淫乱ななんか変な男女なんですね。で、それになんていうか取り憑かれて、その、兄妹が変態になっていくんじゃないかってことでですね、それを守ろうとするっていう話なんですね。まあそういうふうに僕は変態とか言ってますけど、それはっきりと書かれてないんですが、どうもそういうことらしいんですよ。で、映画版を見るとですね、はっきりわかるのは、そのデボラ・カーがですね、その兄の方にキスをしたりするシーンがあったりしてですね、で、まあオールドミスなんですね。で、このどうもオールドミスでずっと、セックスをしないまま中年過ぎてしまったこの、女教師がですね、この、まあ、美少年にを好きになってですね、なんかその性的になんか妄想に取り憑かれてるんじゃないかと。この女の人は亡霊が見えるって言ってるけども、その亡霊っていうのは自分の中にある、この女の人の中にあるその性的なですね、抑えつけてるその性欲じゃないかっていうふうにちょっと観客はね、ちょっと思ってしまうっていうちょっと怖い映画なんですけど、それの妹役がパメラ・フランクリンだったんですよ。で、この人はその後ですね、70年代に、まあ、20歳過ぎて大人になってからですね、ヘルハウスって映画に出てるんですね。で、このヘルハウスっていうのは、まあ、地獄の家なんですけれども、これはリチャード・マッシスンっていう、作家が、シャーリー・ジャクソンっていう人がその前に書いたですね、三相奇譚っていう、まあ、たたりっていうタイトルで、映画化されてる小説がありまして、それをリチャード・マッシスンが現代版に書き直した。現代版っつっても1970何年の話ですけどね、その当時の現代ですね、に書き直した話でですね、話はよく似ててですね、お化け屋敷があって、そのお化け屋敷に、まあ、なんていうか最高パワーを持ってるっていうかですね、霊媒の人たちが、ね、呼ばれると、
その霊媒の中で一番その強力な能力を持ってる人っていうのがパメラ・フランクリンなんですけども、そのちょっと子供のような女の子なんですね。20歳過ぎてるんだけども多分処女なんですね。はい。で、これはですね、そのシャーリー・ジャクソンの原作のたたり、三相奇談の方の霊媒の女の子はですね、女の子じゃなくてもうオールドミスなんですけども処女って設定なんですよ。で、どうもやっぱりさっきのネジの回転と同じで性的に抑圧されたものが、霊という形をとっているのではないかと思わせる部分があるんですね、このたたりっていうシャーリー・ジャクソンの三相奇談には。ところがヘルハウスの方はですね、実際に霊が実在してですね、そのパメラ・フランクリンを誘惑していくんですよ。で、その辺が面白いんですけども、このパメラ・フランクリンという女優さんの、その、なんていうか、まあ、クリスティアン・リッチと同じで、20歳過ぎても、なんていうか、少女のように見える部分っていうのが、その非常にキーになっているのがヘルハウスっていう映画だったんですね。で、このパメラ・フランクリンさんはですね、その後、巨大生物の島っていうどうでもいい映画に出ましてですね、それで消えちゃったんですけども、やっぱりちょっと背が低かった。くて、その、まあ、子供みたいに見えるっていう、その容姿のせいで仕事がなかったのかなとは思うんですけれども、まあ、日本では結構ファンがいてですね、手塚誠監督なんてもうヘルハウス見てからパメラ・フランクリンの大ファンになったりしてる人がいるんですけどもね、はい、で目が大きくてですね、可愛いんですけども、はい、そのパメラ・フランクリンが19歳ぐらいの頃に出た映画が、この私は誘拐されたいっていう映画なんですね。で、1968年制作の、まあ、アメリカ、イギリスの、まあ、映画でですね、まあ、アメリカが出資してるんですけども、舞台はフランスで、フランスだけで撮影されてるんですよ。で、とにかくこの映画がですね、なんかトラウマになったっていうのはですね、まず私は誘拐されたいっていうタイトルですよね。もう子供心に一体何だろう、これは。やっぱりね、ちょっと変態の匂いがするタイトルですよね。はい。で、この映画僕はですね、夜の洋画劇場で見たんですね。多分ね、尾木正弘さんが解説をしていた月曜ロードショーだったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ちょっと曖昧なんですが、当時はですね、テレビの、なんとか夜9時からはですね、必ず毎日洋画劇場があったんですよ。当時っていうのは1970年代初めなんですけれども、まず月曜日は TBS で月曜ロードショー。これは尾木正弘さんが解説なんですね。この人亡くなりましたけども。で、火曜日は東京12チャンネルで、東京の話です。申し訳ないんですが。これは解説なしでですね、1時間半の時間帯で、ゲテモノ映画だけをやるんですよ。それロジャー・コーマンの映画とかですね、ドライブイン映画とか、ちょっとしたエロ映画とか、イタリア映画は大抵僕この時間で見ました。はい。それで、水曜日は水野晴郎さんがですね、水曜ロードショー、これ日本テレビですね。はい。警察ものが多かったですね。さすがに。はい。で、その次、木曜日はですね、東京12チャンネルで、河野元彦さんかな、解説は。この人も確かガンで亡くなって、なんかやたらと、映画解説者はガンで亡くなる人が多いんで、僕は映画解説者になると長生きしないだろうなと思いながらなっちゃいましたけども、はい。解説者やってないですから大丈夫なのか。はい。それでですね、木曜映画劇場がその東京人チャンネルですね。はい。で、その次、金曜日はですね、金曜ロードショーって、これはフジテレビでですね、高島忠夫が、解説してましたね。高島兄弟のお父さんですね。はい。キングコング対ゴジラでパッシンですね。っていう製薬会社のコマーシャルでドラムを叩いてた人ですけれども、はい。その人が解説なの金曜ロードショーでですね、その次土曜日になりますと、土曜洋画劇場っていうのがですね、テレビ朝日、まあその頃 NET って言ってましたけど、それでありまして、解説は羽澄有宏さんでしたね。これはアクション映画中心なんですよ。で、羽澄有宏さんもガンで亡くなってですね、本当に映画解説者って不吉な商売だなとつくづく思いますが、その一方で日曜洋画劇場はですね、淀川長治さんって、この人めちゃくちゃ長生きしましたんで、まあ映画解説者が早く死ぬってのは嘘かなっていう気もしますが、で、日曜洋画劇場っていうのはね、終わった時の音楽は嫌なんですね。暗い音楽で、ダーン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 、あの音楽を聴いてるとですね、本当に、ああ、明日から月曜日でまた会社かよとかですね、その頃会社行ってないですね、学校かよみたいなね、宿題やってねえよみたいな、どよーんとした気持ちにさせる音楽でね、あの音楽やめてくれと思うんですけども、あれが日曜洋画劇場だったんですけども。でですね、うちはですね、親父がいた頃はですね、親父は途中で離婚していなくなっちゃったんですけども、小学生の頃はですね、この洋画劇場、テレビの洋画劇場を毎日見てたんですね。毎日見るんですよ、全部。
親父がいるときは、めったに親父、うちにいなくてですね、よその女のとこ行ってるんですけども、いるときはもう必ず見ると。で、横で見てるわけですよ。で、この私は誘拐されたいって映画はですね、それで、まあ、見ててちょっと非常に困っちゃった映画なんでね、覚えてるんですけども、まず最初に飛行機の中から始まるんですけども、まあ、飛行機の中でこのパメラ・フランクリンが寝てるんですね。スチュワーデスさんに起こされまして、もうすぐフランスに着きますからって言われてですね、フランスに着くんですけども、パリの空港に着くんですけれども、そうすると運転手がですね、迎えに来るんですね。それでロールスロイスに乗せられるんですよ。その運転手はですね、まあ、金髪にしたですね、マーロン・ブランドなんですね。で、そのマーロン・ブランドが運転するロールス・ロイスがですね、途中で止まってなんか一人の男を乗せるんですね。その男はですね、リチャード・ブーンっていう、まあ、西部劇のですね、悪役俳優なんですね。鼻がでかい男なんですけども、はい。その男が乗ってきてですね、で、女の子がびっくりするんですけども、で、なんかね、海辺の方のですね、別荘かなんか、捨てられた別荘かなんかに連れてかれるんですね。要するに誘拐されたわけですよ。で、この女の子は、実はアメリカのデュポン財団、実在するんですけども、デュポンっていう、まあ、会社のですね、まあ、奴隷場なんですね。で、身代金目当てで誘拐されたと。犯人はもう一人いてですね、マーロン・ブランドの恋人のリタ・モレノなんですけども、この二人は確かこの当時ですね、本当に恋人同士だったんですね。リタ・モレノはですね、ウエストサイド・ストーリーでですね、ジョージ・チャキリスの恋人役をやってた、プエルトリコ系の女優さんなんですけども、確かこの人は、ウエストサイド・ストーリーでアカデミー賞の助演女優賞かなんかにですね、なって、プエルトリコ人で初めて、オスカー取った人になるんですけども、そのリタ・モレノが、まあ、その犯人の中にいるんですね。まだ結構オールスターキャストなんですけれども、はい。この映画の監督はですね、ヒューバート・コンフィールドっていう人でですね、あんまり有名じゃないんですね。まあ、トルコ出身の監督なんですけれども、どういうわけかですね、まあ、ハリウッド誌からこう、ほとんどですね、抹殺されてる感じの人なんですけれども、で、この映画すごいのはですね、すごいっていうかですね、ほとんどセリフがないんですね。で、誘拐されて、その変なアジトにですね、この少女が監禁されてですね、その間もほとんど会話がないんですね。ところが、このリチャード・ブーン扮するですね、まあ、醜い中年男がですね、だんだんこのパメラ・フランクリンにちょっかいを出すようになってから、なんかちょっと異様な雰囲気になってくるんですね。例えば、パメラ・フランクリンはものすごいミニスカートを履いてるんですけども、階段のところでですね、このリチャード・ブーンが寝っ転がってですね、このパメラ・フランクリンが自分の頭の上をまたいでいく、なんていうか、パンツの中をじろじろ見てたりするんですよ。で、どうも変態みたいなんですね、この男は。で、マーロン・ブランドはこれは大事な人質なんだから変なことすんじゃねえぞみたいなことを言ってですね、だんだんこの、リチャード・ブーンとの間がですね、なんか悪くなってくるわけです。仲間割れみたいになってくるんですね。で、パメラ・フランクリン扮するその少女の方もですね、この変態親父から身を守るためにですね、このちょっとハンサムなマーロン・ブランドの方に、なんていうかちょっかいを出すんですね。なんていうか、気持ち悪い男から私を守ってって、守ってくれたら私何でもするわとか言ってですね、抱きついてキスしたりするんですけども、でもこのパメラ・フランクリンはですね、ちょっとね、この映画に出てる時は、なんていうか、ブサイクなんですよ。他の映画出るとすごく綺麗な。この私は誘拐されたいって映画では、メイクの人が多分腕がなかったのか、ものすごくブサイクに映っててですね、とんでもない感じなんですけども、これは最近 DVD で出たんで、アメリカで出たんですよ。で、それで見直して思ったんですけど、僕は子供の頃見た時は、自分に近いものとして見てたんですね。つまり、彼女はその時19歳なんですけど、見た目は中学生ぐらいな感じなんですよ。だから小学校でしたけども、僕は小学校4年か5年だったんですけども、だから自分に近いものとして見てたんで、その自分に近い女の子がですね、変態から変態なことをされそうになって、その頃も僕はセックスとか知らなかったんですけども、なんだかわからなかったんですけども、それで、身を守るためにその中年の男、マーロン・ブランドの方にですね、身を捧げようとするっていう、その変なテンションがすごく怖くてですね、なんかすごい怖くて覚えてるんですよ。これは親父とか家族と一緒に見てたんでね、非常に気まずいという 気持ちはね、分かってほしいんですけども。それでですね、この映画、なんかこの仲間割れの感じがですね、どっかで見たことある感じなんですね、この DVD で見直して思ったのはですね。これ原作はですね、ライオネル・ホワイトっていう人の原作なんですよ。このライオネル・ホワイトっていう人は、まあ、なんていうか、パルプ小説作家ですね。なんていうか、まあ、犯罪小説を安っぽく書いてた人なんですけども、この人がちょっとすごいのはですね、スタン
で、あれは要するに、競馬場の金をですね、奪うために、レース中にですね、本命の一番トップを走ってる馬を、狙撃してですね、で、競馬場大混乱になりますよね。その間に、現金を強奪するというですね、計画に、参加した男たちがですね、最後、お金をめぐって争ってですね、全員が死んでしまうというですね、一人を残してほとんど全員が、一斉に撃ち合ってですね、一瞬のうちに全員が死体になるという、ものすごい銃撃シーンがあるんですけれども、とにかく、映画の現ナマに体を張れっていう映画の現代はキリングっていうタイトルでですね、まさにもうそのタイトル通りのですね、もうすごい残酷なバイオレンス映画なんですけれども、それキューブリックが撮りました。はい。で、もう一本この人の、ライオネル・ホワイトの、原作は映画になってるんですが、そのもう一本の方っていうのは、ジャン・リュック・ゴダール監督の、キチガイ・ピエロなんですよ。で、これもやっぱりね、犯罪者同士が仲間割れをして殺し合ってみんな死んでいくっていう話で、ほとんど、なんていうか、現ナマを体に貼れと同じなんですけれどもね、なぜかゴダールが映画化したんですね。で、すごいですよね、これ。キューブリックに映画化されてて、ゴダールに映画化されてるっていう作家はちょっとすごいでしょ？ それが、このライオネル・ホワイトなんですよ。いや、すごいな、としかね、言いようがないんですけど。で、その人の原作を元にしたのが、この私は誘拐されたいなんですね。で、実はキューブリックはですね、この現ナマに体を張れを映画化するときにですね、実は先にこの、私は誘拐されたいの原作の方の、現代は誘拐者たちっていうんですけれども、の方の映画を、作りたかったんですけども、1968年以前だったので、アメリカにヘイズコードというものがありまして、それは1930年代にですね、20年代から30年代にかけてですね、アメリカのハリウッドが自主規制として作ったコードなんですね。で、どうして作ったかというと、それまでのハリウッド映画ってのはもうセックス、バイオレンス、何でもありだったんですよ。で、あまりにもひどいっていうんで、そのキリスト教の人たちが怒ったんですね。ハリウッドはユダヤ人が集まってるから、あんなとんでもない、モラルに反したことばっかりやるんだっつって。で、潰されそうになったので、ハリウッドのユダヤ人たちが自分たちを守るために分かりましたと。だからこれは映画では絶対に描きませんっていう、なんていうか自分たちを縛る、コードを作ったんですけれども、作らされたんですが、共和党の、やつにですね、それがヘイズコードってですね、ヘイズっていう親父が作らせたわけですけども、どんな規定があるかというと、単純にその女の裸は出さないとかですね、そういうモラル的なですね、いろんなルールがあるわけですけど、その中にその、未成年の少女の誘拐を扱った映画は作らないっていうのがあったらしいんですね。で、それはどういうことかっていうと、変態行為ね、につながるからということなんですけれども、で、この私は誘拐されたいっていう映画は1968年に作られてるんですが、68年にヘイズコードっていうのは撤廃されてるんですよ。67年に実際は撤廃ですが、68年から別のレーティングシステムという、年齢ごとにその見れる映画が違うというですね、現在のシステムに変わるんですね。で、それで作れたのがその私は誘拐されたいっていう映画なんですね。それで、で、僕は子供の頃に見たときは、とにかくなんていうか、変態的な映画だなと、思ったわけですけれども、で、実はね、この僕の頭の中ではですね、この、私は誘拐されたって映画の後に見たいろんな映画とか小説がですね、ごっちゃになって多分中で熟成されちゃってるんですね。で、この後ですね、僕はミス・ブランディッシュの乱っていう小説を読むんですね。これはね、ジェームス・ハドリー・チェイスっていう作家が書いた小説でですね、アメリカの南部でですね、禁酒法時代に、ギャングがいましてですね、そこに、誘拐された、少女はですね、その、ギャングの中の変態の男にですね、もうひどい目に遭うと、性的にもうめちゃくちゃな目に遭うという話なんですね。で、この時にその、女の子はですね、自分の身を、変態男から守るためにですね、要するに別の男の方に気が合うように、見せかけたりするっていう駆け引きをするわけですけれども、この、もう令嬢の名前がブランディッシュ、ミス・ブランディッシュっていうんですけれども、で、この小説が映画化されたのがですね、傷だらけのバンカっていう、映画で、それはロバート・アルドリッジ監督が1971年に作ってるんですが、これはもう71年なんで、もうかなり暴力描写はもう直接的なのが出てくるんですけども、この私は誘拐されたいの方は1968年なんで、ちょっとやっぱりね、セックスとか暴力の描写がまだ弱い時代なんですよ。はい。それでですね、この面白いのはまたですね、この傷だらけのバンカの、原作のこのミス・ブランディッシュの乱を書いたハドリー・チェイスって人はですね、フランス人かなんかでね、アメリカに行ったことは一度もなくてですね、ただ、ウィリアム・フォークナーっていう作家がいますね。彼の書いたサンクチュアリっていう小説を読んでですね、こんな似たような話を書きたいなっていうことで、アメリカに行ったこともないのに書いたのがミス・ブランディッシュの乱なんですよ。
で、サンクチュアリっていうのはですね、全くほとんど同じ話でですね、禁酒法時代で、まあ、酒をこっそり作ってるギャングのところにですね、お金持ちのお嬢さんがなんていうか、まあ、車の事故でですね、迷い込んじゃうんですね。で、まあ、彼氏と一緒なんですけども、で、彼氏はもう拷問されてですね、それで、このお金持ちのお嬢さんの方はですね、ギャングの中に変態がいましてですね、その彼は性的不能なんですけれども、それにトウモロコシの食べた後の軸でですね、侵されるっていう、まあ、ひどい目に遭う話なんですね。それがウィリアム・ホークナーが書いたサンクチュアリっていう小説なんですけども、どうもこの辺からですね、このサンクチュアリあたりからそのアメリカの南部にこう野蛮人がいてですね、もうレッドネックとかホワイトトラッシュって言われるようなですね、その現代の常識が通じないような野蛮人がいて、その女を犯されて男が殺されるぞっていうね、人食い人種みたいな人がアメリカの南部にはいるんだっていう話がですね、このウィリアム・ホークナーのサンクチュアリが多分きっかけになって、どん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 広がっててですね、最終的に悪魔の生贄っていうののアメリカの南部に行くと、その、なんていうか若者たちはみんなでチェーンソーでズタズタにされてみんな食べられちゃうんだよっていう人食い人種がいるんだよって話になってたんだと思うんですけども、 まあそのなんていうか女の子は誘拐されて、その、2人男がいて、1人がその変態で、1人がまとも、まあ少しまともで、その、変態に侵されないようにその少しまともな男の方を女の子は誘惑していくという話っていうのは、まあ、いっぱいあるわけですけども、多分このミス・ブランティッシュの乱が、元祖でですね、僕はですね、それを後から私は誘拐されたよ見た後で、読んでですね、それがごっちゃになっちゃうんじゃないかなと思うんですけれどもね。で、僕がね、一番トラウマになったっていうのはですね、ラストにそのリチャード・ブーンをですね、まあ、仲間割れの挙句ですね、この誘拐犯のマーロン・ブランドが射殺した後にアジトに帰ってみるとですね、パメラ・フランクリンがですね、まあ、ヒロインがですね、裸でですね、縛られてですね、天井かなんかからぶら下がってるんですよ。背中なんかね、血だらけになってるんですよ。で、どういうことかっていうと、このリチャード・ブーンが、やっぱりマーロン・ブランドがいない間に、このパメラ・フランクリンをめちゃくちゃにしちゃってたんですね。で、マーロン・ブランドがですね、その縄をほどいてですね、下ろしてやるんですけれども、その時にですね、こう、パメラ・フランクリンのおっぱいが見えるんですよね。で、その時僕はびっくりしましてですね、っていうのはパメラ・フランクリンはその頃19歳だって知らないわけですよ、僕が見てた時は。で、自分と同じか、まあ、要するに、まあ、10代の前半だろうと思って見てたわけですけども、それが、まあ、なんていうかね、裸になっちゃう、それもひどい目に遭っちゃうってね、ちょっとびっくりしたのと、横に親がいるってんで、非常に困ったっていうのと、ラストでいきなりこういうの展開かよっていう、ゲッっていう、非常にもう困ったっていうのはですね、当時の気持ちなんですけども。で、マーロン・ブランドはですね、その、パメラ・フランクリンを、ロープ、ほどいてあげるんですけども、もう彼女はよっぽどひどいことをされたのか、何されたか分からないんですけども、虫の息なんですね。と、そこでですね、突然冒頭の飛行機のシーンに戻るんですよ。で、冒頭でですね、スチュワーデスの人がですね、もうすぐ着陸しますよって言ったスチュワーデスと同じ人がこっちに向くんですけども、今見直してみると、そのスチュワーデスはリタ・モレノなんですね。つまり、夢を見てたんですね、このパメラ・フランクには飛行機の中で。それで、飛行機のスチュワーデスさんのリタ・モレノが夢の中に誘拐犯として登場してたんですよ。つまりこれは全部夢だったんですね。誘拐されたどうこうっていうのは。彼女の願望だったんですね。だから、私は誘拐されたいっていうタイトルなんですね。初めてそこでわかるわけですよ。ああ、なんでこういう邦題がついてるのかなってことがですね。要するにこのパメラ・フランクリンに扮する少女は大金持ちの令嬢かなんかなんですけれども、こう誘拐されて、まあ、醜い男にもうめちゃくちゃに凌辱されたいというですね、願望を潜在意識の中に持ってて、それで夢を見たということらしいんですよね。で、なんかこれは原作にはなくてですね、どうもこの監督が、夢落ちにしたみたいなんですよ。まあ、夢落ちっていうとあれなんですけども、で、DVD のコメンタリーで監督自身が言ってるんですけれども、これはイギリス映画の昔のオムニバス映画の傑作のデッド・オブ・ナイトっていう映画を元にしてるんだと言ってるんですね。その夢落ちに関して。それデッド・オブ・ナイトっていうのはですね、いわゆるその、なんかイギリスのホラー映画の伝統でですね、何人かの男たちが集まってですね、怖い話を順番にしていくという、まあ、百物語という形式がイギリスのホラー映画の伝統にあるんですけれども、それをやっていくとですね、主人公はですね、あ、夢だったって起きるんですね。で、そのままですね、車かなんかに乗って、
なんか田舎の町かなんかに行くと、その百物語やってるところに行ってっていう話がぐる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 回って、最初と終わりがつながっててですね、永遠に続く不思議なぐるぐる映画なんですね。なんていうか、メビウスの輪みたいになってる映画なんですね、そのデッド・オブ・ナイトって映画は。はい。で、この映画はですね、面白いことに、フレッド・ホイルというですね、SF 作家兼天文学者の人がいましてですね、その人はこのデッド・オブ・ナイトを見てですね、すごく宇宙理論をひらめいたっていうんで有名なんですね、このデッド・オブ・ナイトって映画は。フレッド・ホイルはですね、その頃天文学者として、ビッグバン理論に反対してたんですね。ビッグバンというのは宇宙の大昔にですね、宇宙はすごくちっちゃい塊でですね、それがビッグバンという大爆発を起こして、それが今も続いてて、その宇宙全体にどん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 星が広がってるんだというのがビッグバン理論なんですけども、フレッド・ホイルはそれは違うんじゃないかって思ってたんですね。で、デッド・オブ・ナイトって映画を見て、その最初と最後は繋がってて、話がぐるぐる回るのを見て、その宇宙には始まりも終わりもないんだと。ぐる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 回ってるんだと。いう恒常宇宙論っていうのをですね、発明したんですね。発明っていうか提唱したんですね。それがこのデッド・オブ・ナイトっていう映画のですね、一番有名なエピソードなんですけども、ちなみにその恒常宇宙理論はですね、その後科学的に否定されましたから、フレッド・ホイル大恥なんですけれども、そういう間違った理論をフレッド・ホイルに喚起したのがこのデッド・オブ・ナイトっていう映画なんですよ。しょうがねえな。はい。あと、スチュワーデスのリタ・モレノが夢の中でですね、誘拐犯の一人として出たっていう話はですね、これ、オズの魔法使いですね。オズの魔法使いって、カカシとブリキマンと、なんだっけ、ライオンか、が出てくるんですけども、あれは、要するに主人公のドロシ、ヒロインのドロシーの近所の人でしょ？で、嫌な魔女ってのは近所の嫌なおばさんじゃないですか。で、ドロシー自身のその身の回りにいる人たちが彼女の夢の中に出てきたというのが、まあ、オズの魔法使いって話なんで、これ多分そうなんですよね。あと、まあ、これをかなりひねった形で映画化したので、井戸ゼロ大作戦っていう日本映画がありますけど、これはなんか井戸ゼロ、つまり赤道ですね。そこに科学者たちのユートピアがあったって話でですね。で、主人公が最後にですね、それが夢だったみたいな感じで終わるんですけども、その時にそれまでの冒険ドラマに出てきた人たちがですね、全然違う、なんていうか、普通の、人として出てくるという、オチがありまして、それも多分ね、オズの魔法使いから取ったんだと思います。はい。で、どうしてこの、私は誘拐されたいでですね、最後にそういうオズの魔法使いみたいなオチを使ってるかっていうとですね、これ多分不思議の国のアリスなんですね。で、不思議の国のアリスってのは一体どういう話かっていうと、まあ、あれはルイス・キャロルっていうですね、ロリコン趣味の変態がですね、アリスって女の子が好きになってですね、アリスって実際の人物ですけども、その女の子のために書いたのが不思議の国のアリスなんですけども、だから非常にその性的な、なんていうかね、意味があるんですね。で、まあ、そんな感じで30年前にですね、テレビで見て以来ですね、ずっと頭の中でですね、ぐるぐる回ってたのが、私は誘拐されたいっていう映画なんですけども、それでまあ、DVD が出ましてですね、見ましたよ。で、今回 DVD が出てですね、見直してみるとですね、何にもない映画なんですね。なんていうか、このコンフィールドっていう監督のですね、演出力が非常に弱くてですね、例えばこの、マーロン・ブランドとリタ・モレノがですね、映画の中で何回かセックスするシーンがあるんですけども、その時に一緒に、まあ、隣の部屋に寝てるはずのパメラ・フランクリンがですね、全く存在しないように撮影されてるんですね。でもこれは多分本当だったらまあ、マーロン・ブランドとリタ・モレノがセックスしてるところをパメラ・フランクリンが覗き見するということが必要なわけですよ。実は、その少女がですね、なんていうかまあ、お金持ちの令嬢がその変な異様なセックスの世界になんていうか連れてかれるっていう話で、それがポイントなのに、その部分が全くこの監督はですね、演出できてなくてですね、本当に下手くそでどうしようもねえなと思ったんですけども。で、ライオネル・ホワイト原作なんで、やっぱり仲間割れしてですね、殺し合いになるんですけれども、その部分が全然なっちゃないんですね、演出が。で、特に最後にまあ、お金をですね、身代金を奪った後で、マーロン・ブランドとリチャード・ブーンがですね、海辺で殺し合うんですね。そのシーンがですね、画面が真っ暗で何が映ってるか全然わからないんですよ。こりゃねえだろうと思ったんですけども、まあ、インターネットムービーデータベースを見てみたらですね、監督とマーロン・ブランドは非常に仲が悪くて、で、この最後のクライマックスシーンは、マーロン・ブランドとリチャード・ブーンが2人だけで撮影したってことが書いてあるんですね。監督なしで。
そんなクライマックスシーンを監督が演出しないってどうなってんだよ、おいとか思いましてですね。まあ、とんでもない映画なんですけれども、はい。だ僕の頭の中で、子供の頃に見た時の記憶からずっとこの何十年間にわたって、熟成されて、醸成されてきた私は誘拐されたいっていう映画の方がですね、もっとエロチックで異様で、怖くてすごい映画なのにな、もったいねえなと思ったんですけどもね。はい。実はこの映画に出た頃のマーロン・ブランドっていうのはですね、空白の10年っていうのにいたんですね。その60年代に入ってからマーロン・ブランドっていうのはですね、その映画会社との仲が悪くなってですね、それで女と酒に狂い出してですね、もうまともな映画に出なくて映画が全部こけてたんですね。もともとそのマーロン・ブランドっていうのはそのジェームズ・ディーンと並ぶ反逆児だったんですけれども、60年代の初めに戦艦バウンティーの反乱っていう映画に出てですね、その時にまあ南の島でロケしたんですけれども、まあなんとか現地の女の子と仲良くなっちゃいましてですね、まともに撮影に参加しなくてめちゃくちゃになっちゃったんですね。その映画もやっぱり南の島でですね、現地の女の子とできちゃった、なんていうか、戦艦の乗組員たちがですね、反乱を起こすって話だったんですけど、映画も全くその通りになっちゃったっていうね、大笑いなんですけども、はい。で、それ以来ですね、ハリウッドでまともに映画、この人やんなくなっちゃうんですね。現場ではトラブってばっかりでですね、女と酒でですね、もうぐちゃぐちゃの生活でですね、で、演技もまともにしようとしないしですね、で、映画も全部こけてですね、で、どうしようもなくなっていった頃がありまして、その頃に作られたのがこの私が誘拐されたいって映画なんでね、どうもね、なんていうか、監督がコントロールできなかったんですね。はい。ただね、この DVD を見てですね、一番怖かったのはですね、監督の、副音声解説なんですよ。で、どう怖かったかというと、この監督ですね、その頃、喉頭がんか何かで喉を切除したらしくて、解説が全部電子喉、いわゆる喉に当てて喋る、私は今、声が出せませんみたいなんですね。ロボットみたいな声なんですよ。それでずっと副音声解説やってるんですよ。マーロン・ブランドは全然私の言うことを聞かなかったとか それが一番怖かったですね、この DVD で。はい。で、おかしかったのはですね、マーロン・ブランドは私のことを嫌って、私のおかみさんを誘惑してやっちゃおうとしたんだけれども、かみさんは断ったらしい。でもその後マーロン・ブランドにその話を聞いて、俺は勝ったと思ったね。っていうふうにこの監督が言ってるのがね、おかしくてですね、映画の出来なんかどうでもいいけど、マーロン・ブランドにですね、カミさんで勝ったみたいに思ってるっていうのがよくわからない、監督でですね、このオーディオコメンタリーをつけた後にですね、死んだんですけどもね、はい。というですね、まあ、非常に変な映画が、私は誘拐されたいなんですが、このマーロン・ブランドがですね、この空白の10年に出た映画っていうのは、変な映画が非常に多いんですよ。実は60年代のハリウッド映画っていうのは、映画界の外がですね、もうセックスとバイオレンスにもう、でもぐちゃぐちゃになってたのにですね、ハリウッド映画だけはセイズコードで縛られて、まともなセックス描写ができなかったためにですね、かえって抑圧されて、異様な、性的に抑圧された異様な妄想の世界がですね、映画の中に入ってくるんですね。そういった映画にですね、エリザベス・テイラーとかマーロン・ブランドとかですね、そういった一流のハリウッド俳優たちが、そういう異様なドロドロとした映画に出なきゃならなかったっていうことがありましてですね、今度その話もちょっとしたいと思いますが、はい。ということで今回はですね、ライオネル・ホワイト原作の、私は誘拐されたいでした。これはね、その少女のなんて飛躍願望みたいなものをですね、もっとね、もう中心に持ってきて映画を作ったらね、ちょっと傑作になるんじゃないかと思うんですけどね。まあ惜しい映画でした。まあ僕の頭の中でできてる映画の方がずっと面白かったですね。はい。